これ番組表なんですけども、まあこれ見ていただいて、これでね、あのー、予約してる設定がないはずなのに、あの、一応ね、一つ横にカーソル動かしますね。なのに、いつの間にか夜中に、えー、金曜日の夜中というか土曜日の夜中と言ったらいいんでしょうかね、日付的に言うと。なんか、特に録画したくもない番組が録画されてると、まあこういう現象がね、あのー、起きてるんですよ、本当に。 ね、予約の形跡ないでしょ。けど次の日とか見たら、録画されてるんですよ。ほんとに。もうすぐそれ、もうどうでもええわーって思って、あのー、番組的にね。で、えー、なんかこっちで出すとか言ってるあいつ。あいつらかもしれん。もう分からんから、ほんとにこう。もうこれ、いろいろこれ、証拠作りある程度映像出てくる。ほんとに。もうこれ、しょうがないどうすしかない。 まあ、あのー、まあ、すぐに消すんで、ま、あ、これでね、記録しといて、えー、まあ、さっきあの髪の毛染めたら連中本当、無理だから、あの髪の毛染めてる人、この国、無理。あのー、働かせたらダメ。変な人多いから。どう言っても当てはまる。以上。えー、これ。 翌日なんですけども、まあ日付を売ってるんでもうわかると思うんですけども、特別予約しなくてもよくわからない番組が出てきている。これね、3時23分から31分でしょう。これ昔から、昔というか、もう何ヶ月も前からこうなってるんですけども、これね、 何をどうしたらいいかわからないんですよね。これが、どう解除すればいいのか。で、普通夜中に料理の番組なんかしてるかなって考えたら多分、ああ、つなんか。で、えー、っとね、題名かな暮らしに価値のあるものをお届けっていうことなんでしょうけども、 ええ、そんな番組あったかなで、こういう現象が、まあ、他の人たちも発生したときにどう対処されてるのかっていうことですね。正直、あの、録画、この可能時間がね、あの、いっぱいいっぱいになってきたときに、普通だったら、あの、録画予約をしていたら、こう、私の、この、まあ、あの、シャープの、 ものであればちょっっと待ってくださいねこういうふうに予約録画をすると赤くなると。それが機能なかったでしょう。だから、えー、っとね、まあ、まあ、よくわからない部分あるんですけども、もともと録画を教えて,て、ここの、えー、コンセントを、えー、引っこ抜いていたと。まあ、いろいろ。 あって、ええー、で、それで、まあ、自分が求めていた番組、まあ、録画予約していた、まあ、例えば、ええー、と、テレビ、東京系列の、あの、経済番組だとか、ええー、まあ、自分の、自分で提案して作ってもらった番組の予約だとか、ああしまた、あ入力コード、 外したままだったと、入出力のコード。で、それで、その状態で、まあ、電波の方で直接テレビの方に送ってきてるんでしょうね。で、それで、録画が、あのー、こっちで送っておくわーっていう声、電波の声が聞こえてきて、ま、あ録画できてる状態になったことは今まで何回もあるんですね。 だから、正直結論として、まあまあ、いらない番組、もうさっきのあの通販の番組特別僕も求めてないんで、包丁は家にあるんで、まあさっきはまあ包丁の通販だったんですけど、まあこれがね、えー、っとね、そのちょっと前がね、エンタメ関係の夜中の番組 で、その前が音楽関係。その前が、何かね、アニメか何かで、まあ自分が関わってたかな、どうかな、あのところの、もう、もう、だいぶ思い出せない。で、それで、えー、録画を始めて、その後、ああいうふうな状況になったと。だからエンタメとかも、そうなった時点でも、特別、興味もないし、えー、まあ電源、 その録画っていうのをしたくなかったんですけども、うん。まあ、いろいろ総合的に考えると、まあ、結論として今自分が求めているのは、ああいうふうに、あの、ずっと、まあまあ、存在する番組なのかどうかもわからないんですけども、そういったものが、あの、データとして入ってきているテレビのえーハードディスクドライブに、 こちらですね。で、かたや、その入出力のコードがなしでも、電波で予約は、まあ、録画できるんであれば、どちらにしても多分、あの、差し込んでる時点で通電はしてると思うんですよ。情報として送られてきてるのは、まあ、電波での電気信号でしょうから、っていうことは入出力のコードいらないじゃないっていう話になるんですよ。そのほがまあ、エコロジー。 それを本気で行ったときに、本当に行ったときにどうなるか、昔のね、リモコンとか、こういうふうなリモコンでね、こ,これ、ものすごく出力が強かったりして、隣の人はね、このシャープと同じ型式の、あのー、テレビだったとしましょう。で、こちらからの発信場。 発信番号というか、発信チャンネル、その周波数、周波数ですね。周波数といった方がいいですね。それが同タイプのものであれば、こういうふうに隣の家とかに向けて、こう、押してしまったと。携帯電話の電波が壁を貫通して、あの、入ってきているように、トンネルの中とかでも電波入るじゃないですか。インターネットとか、今時。あんまあ出力、出力を上げているわけですよ。まあ、もしかしたら反射を利用しているのかもしれない。 僕もその辺のところはよくわかんないんですけども、けど、これで、ついたとかいう現象は、昔テレビでは、あの、放送してたんですよ、ニュースで。テレビが勝手につくとか。それ、それで、あの、まあ、問題化されて、こういうふうな、あの、リモコンの出力っていうものは、だいぶ下がったんですよ。ある程度の距離までって、そうなるからっていうことで。 あの、エアコンに関しても、まあもうほとんど使用してないんですけども、あの、まず使用することないですね。あの、まあ距離、やっぱりもう5メートルぐらいになってるんじゃないですか。それとも3メートルぐらいですかね。3はちょっと短すぎるか、5ぐらいですよね、こ座っていたりとかして、こうした時に斜めの角度になるから、もうこれかなり近くなんですけども、まあ、まあこれね、あの、2メートル。 以上はあるんじゃなないいかなっていう距離ですよねだからちょっと離れた時に、おさんにまたテレビの,あの画面がついたんで、まあ、ある程度あの画像でね、あのどういう風な状況なのかっていうところで、ある程度画面、すでに公開しないと、状況証拠、記録で対応っていうのは全くできなくなるんで、これはもうある程度はしょうがないと思う。 その、生の放送の、例えば、スポーツとかの番組に関して、そのまま生ライブ中継とかやってしまうと、これは完全にアウトだと思います。そういうことじゃなくて、ある程度一瞬何か、で、こう、いろいろ何かあった時に、それを、こう、撮影しなかった。 たら事態の改善っていうのは何も始まらないんで、あとそれと、もうそういうような知識をみんながはっきりと持っておくことと、もうそういうことだったら、だってもうみんな家の中に Wi-Fi とか置いて分かってるやんの話になるから、そもそもじゃあ Wi-Fi っていらないんじゃありませんでしたっけになるんですよ。家の中に置いておく機材の方なんですけども、 そこはね、僕よくわかんないんですよ。外でも出ても携帯電話入るでしょう、電波。家の中になんで Wi-Fi いるんですかの話になるんですよ。だからその料金だけいただいて、Wi-Fi を別に家に置いておかなくても良いっていいと思うんですが、これで何か問題、大きな問題発生しますかね多分ね、Wi-Fi を家に置いていて、 でチャンネル回線がどうこうみたいな形にしてるかややこしいのであって今マイナンバーカードとかあるからそこの番号とかもともとは重機ネットっていう番号が生まれた時に振り分けられるんですけども住民としてのその番号で 別に物がなかったとしても Wi-Fi の、あとは契約書だけで電波入るで、これでエコロジーな社会が出来上がる、その無駄に、あの、エネルギーを消費することなく、その加工と運搬でね、Wi-Fi の。それで良かったんじゃないかなっていうのは僕の最終結論なんですよ。この、このコードに関しても、いらなくなる。 だと思うんですよ。だ、これね、ただもう科学業界の本当に詳しいベテランの人で、それをしてしまった場合、どういう風なトラブルが発生するかっていうところを、しっかりと分かってる人とかが最終的に結論出してもらわなかったら正直分からない。で、その人たちが絶対身につけておかなければならないのは、エネルギーの残存量問題。 私が若い頃に石油の残存量が、えー、69年分。二十歳ぐらいの頃ですね。で、2011年の採掘家の埋蔵量が、えー、59年分。で、えー、昨年が、えー、54年分で。消費は拡大している。車を降りすぎたから。世界中で。発展途上国の多くの国は先進消化している。 まあ地下資源の採掘で年間200。もう大体でいいですよ。あのー、どうしても土砂のかき出しとかもあるでしょうから、その地面の底のね、採掘のあの岩石部分とかもどうしても削ったり、まあ、海の中のトンネル工事とかももともとあるんはありましたから、それ合計で金属の採掘とガソリンと、えー まあ、ガソリンイコール石油、えー、ガス関係、ウランコーとか。まあまあ、ウランコはどちらかという金属の部類に入ってくるんですけども、あのー、まあ、鉄とか銅とか、まあ、金属類って言ったら、まあ、いろんなものがありますよ。もう三十何種類あるらしいですね。で、それらの採掘で地下の空洞化が、まあ、年間約200億トンぐらい。だから地面の中穴だらけ。 その、アリヌス状態。で、世界中あちらこちらで一斉崩落で地震が発生なんですよ。これが正しい知識で、もうこれ一丁プレート説なんかテレビ出てる連中が言い始めたらあの方なんですよ、私の方はね。で、それも分かってるはずなんですよ。池上明さんとかもそれ一回言ってたんですけども、再びプレート説の放送とか始めたりとかして、だから訴訟が怖くて、 その採掘現場で働いている会社の人たちとかはね、そうなったんじゃなくて、みんなで消費の節約をしなきゃならなかったんですよっていう最終結論もうだいぶ前から出てるから、それをテレビでずっと言い続けなければならない多くの人が。こういうことだったんですよ。だから複数今いろいろたくさん言いましたけども、 ええとね。まあ、そういうようなところをしっかりとできるだけ、あの、商品の節約に回るような形で、各、ええ、ま、企業、 各ポジションの人たちがしっかりと稼働しなければならないっていうことになるんですよ。一応けど、この件はね、Wi-Fi の件に関して物を作らなくてもいいんじゃないかということを国会議員の人たちに言って、うーん、同じ、や、ま、いろいろ説明して、 で、やっとご理解してもらえたりだとか、これね、だから正直、その、工業関係とか、いろいろな、その、まあ、仕事で関わらなかったら、みんななかなか覚えれなかったりとか、言われてる意味がよくわからないっていう状態になってしまうんですよね。うん だから、行政でしょうね。マ、まあ、イナンバーカードの線で行くと、まあ、線というか方向、まあまあまあ、電波も一応線なのかもしれないですけども、まあまあ、あの、方向性で考えると、まあ、けど今みたいに録画されて、勝手に録画されてるケースという形になるでしょうね。 ああいうようなものが発生してくるのかもしれない。画面見てもね、その赤くなってるところがなかったでしょう。前日の撮影じゃないよ。あれど、まあ動画をくっつけてるんですけどね。まあ今からすることですけども。動画、まあまあこちらの時間軸でいくとエクスポートといって動画をつなぎ合わせる。だからまあ、その辺で。 ですね。まあ、できるのかできないのかと、あと作業的に誰から順番、A、で、みたいな形になるんでしょうけども。まあ、それこそマイナンバーカードを保有されてる方たちから順番でいいと思いますよ。 で、まあ本当の人口統計考えたマイナンバーカードの普及率もだいぶ変わるんでしょうね、きっと。だと思いますよ。以上です。